豊島区大塚駅をご通行中の皆様、しばしお騒がせさせていただきます。私は日本改革党豊島区支部長斉藤俊彦と申します。本日はですね、この大塚駅前の広場をお借りしまして、しばし、日本改革党と、この党がどんな党なのか、どんなことを考えているのか、どんなことを、国に対して求めていくのか、そういったことをお話しさせていただければというふうに思います。日本改革党、聞き慣れないお名前だと思います。もともとはテレビ改革党という党名でございました。こちらですね、なぜテレビ改革党なのかというと、今日本はいろんな意味で、閉塞感漂っております。みんなうまくいかない、お金が稼げない、なんか知らないけど幸せな感じがしない、そういうものを煽っているのがテレビなんではないかということで、テレビをまず改革しようじゃないか、そういうことで、テレビ改革党として発足いたしました。ただですね、テレビだけなんかやってもしょうがない、それだけではなくて日本全体の問題にもなっている、そういうことでテレビ改革党を改め、日本改革党ということで、本日ここに至っております。まずですね、なぜそのテレビなのか、今日はそのテレビの問題点、そちらを、少し、お時間をいただきまして、述べさせていただきたいというふうに思います。テレビの問題点その1、嘘を平気でつく、これです。テレビはですね、いろんな嘘をつきます。まあ、テレビに限らないんですが、特にひどいのがテレビだと思っております。最近言わなくなってきたんですが、少し前までですね、池上彰さんという方が、テレビ朝日、これを使ってですね、ここの番組、この番組内でいろんなことを、まあ、ニュース解説、そうだったのか、まあ、あれ嘘だったのかとかも言われてますが、そういったことでニュースの解説をしております。この中に出てきた言葉に、国の借金1000兆円、これがありました。国の借金という言葉もまあ曖昧なんですが、まあ、政府の債務ですね、これが累積で今1000兆円を超えております。国と中央と地方合わせまして1200兆円ほどになっております。これがやばいということで、後ろにですね、その、利子がついてますので、どんどん数字が上がっていく、そういったボードを出しまして、今もこの瞬間にもこんなに数字が増えてるんですよみたいなことを言いながら、やばいやばいということを煽っておりました。実はこの政府の債務1200兆円というのは、やばくもなんともありません。この政府の債務1200兆円がやばいというのは2つの嘘が入っております。1つ目は1200兆円もないよっていう話ですね。先日参議院の、西田昌司先生がですね、国会で質問に立たれまして、このことを財務省、日本銀行、そして財務大臣、こちらに、質問をして、まあ、最終的には政府が発行した1200兆円の中で500兆円以上を今日本銀行が持っているんですが、この分はもう政府の債務ではないよというふうに、実は財務大臣が宣言をいたしました。まあ、そんなことで実は1200兆円ももうないんですね。これが一つ目の、まあ、嘘なんですが、二つ目の嘘は1200兆円の債務がやばいという話です。こちらやばくもなんともありません。実は政府が発行する国債というのは、まあ、政府の赤字に相当するんですけれども、まあ、会計をちょっとやった方ならお分かりだろうと思います。赤字の反対側には黒字になる人たちがいます。政府、経済主体として政府の反対側にあるのが民間ですね。こちらが政府が赤字になることによって
民間は黒字になる。これが真実であります。1200兆円がまず1200兆円という金額が嘘、そしてやばいというのが嘘、そういうことでダブルでこの報道が本当に嘘なんですね。そして2つ目の問題、先ほど言いました1200兆円の中に日銀発行分が入っている、これを報道しない、要するに真実を報道しない、こういう問題点があります。一つ目が嘘を言う、二つ目が真実を報道しない、これがテレビです。この池上彰さんという方は NHK の出身なんですけれども、今はタレントのような活動をされています。ジャーナリストなんですが、まあ、タレント系ジャーナリストとでも言いましょうか、そういった活動をしているんですけれども、そういった形で、嘘と本当を逆に報道しております。本来は嘘を報道せずに真実を報道しなければいけないんですが、まあ、そういうことを今のテレビはやっております。そして3つ目の問題、テレビは煽ります。先ほどの1200兆円がやばいというのも一つの煽りなんですけれども、最近流行っている病気ありますね、これもテレビは煽っておりました。まさに煽っておりました。木村盛夫先生というですね、アメリカの CDC にも勤めていたことがあるような、感染学の権威の方が、そのあるとある番組、これテレビ朝日なんですが、とある番組にゲストで呼ばれた時に、まあ、解説をお願いしますということで呼ばれたんですが、この時に、制作スタッフとの打ち合わせの際にスタッフ側から、今回のこの病気やばいですね、ガンガン煽っていきましょうみたいなことを言われたということを、まあ、とある本で暴露してしまいました。テレビは煽ります。とにかくこの病気危ない、やばい、死ぬ、そういった形で煽っております。それが本当かどうかの検証は彼らはしません。そして今円安が進んでいるんですが、この円安のこともやたらに煽っております。日銀は早いとこ金利を上げろだの、日米の金利差で円安になっているから人々が苦労しているんだと、まあ、そこは合ってるんですけれども、その先のことですね、日銀が金利を上げてもこれ私たちの生活は全然良くなりませんので、そこに関しては無責任にそういう報道の仕方をしております。そして煽ったがため今何が起こっているかというと、知床で悲しい事故が一つ起きました。その知床の船の船長さんが実は関東近郊にお住まいだということが今分かってきています。なぜ分かったかというと、その船長のうちに報道機関が詰めかけたせいで特定されてしまったそうです。また心ない野次馬の人たちがそこに押しかけているなんていう報道もあります。これも本当かどうかは分かりませんが、まあ、そういう形でですね、嘘をつき真実を伝えずに煽る、これをやっている親玉が日本放送協会 NHK であります。 NHK がさらに悪辣なのは、私たちから受信料という形で毎月毎年あまねくお金を徴収して、そしてNHK の職員の平均給料が1800万という、まあ、とてつもない金額になっている、そういう団体であります。この NHK は全て民放その他の親玉的な存在であります。まずはこの NHK を弱体化させよう、まあ、そう言ってる党は他にもあるんですが、まあ、私どもはNHK をまずスクランブル化ですね、こちらは今の技術ですぐに今すぐ明日からでもできる、そういう技術なんですけれども、それを使って NHK を、まあ、受信料は例えば年間800万取ってもいいですよ、その代わり見たい人しか見られないようにしてほしい、いやするべきだ、そうでないと1分しか見ない人も3万時間見る人も同じ料金はおかしいだろうと、
いうことで私どもは主張しておりますが、まずその NHK からそういうふうにしたら NHK 側ももしかしたら、ああ受信料が取れなくなっちゃったからやっぱりいい番組を作って国民の役に立つ報道をしないとみんなが見てくれなくなっちゃう、そう思うかもしれないな、ということでまずはスクランブル化を実施しましょう、これを主張しております。その他にもたくさん主張したいことはあるのですが、先ほどのですね1200兆円の嘘から始まって、国民全員が今日本国にはお金がない思っていますが、そんなことはありません。日本国政府は貨幣をゼロから作り出す、国債発行をしてそれを民間に払うことによって貨幣を増やす、そういうことができる、そういう能力を持っているにもかかわらず、それをさせない、しない、そういう事実を教えない、報道しない、そういったことによって我々は情報を遮断されています。これの親玉もやはり NHK ですね。こちらをできるだけ早いうちに皆さんのお役に立てる放送局として立て直してもらいたい、こういうことを主張してまいりたいというふうに思っております。この度今年参議院選挙これがあるんですけれども、この参議院選挙に我が日本改革党から党首の楠田良治、こちらが東京選挙区より立候補いたします。それまでに皆さんにできるだけ多くの方々にこの党日本改革党の主張、それから NHK その他放送局の問題点、そういったものをたくさん知っていただくためにこういう凱旋活動を今後も行っていきたいと思います。私自身は来年行われる予定の豊島区議会議員選挙、そちらに豊島区支部長、豊島区議会議員として立候補する予定でありますので、また何かの機会、何かの折にこちらにお邪魔し、あるいは豊島区いろんなところに出没するかもしれませんので、その時には気軽に声をお声掛けいただいてお話をしていただければというふうに思います。ありがとうございます。 NHK の問題を我が党まで、ご提示いただいた方がご挨拶に来ていただきました。本当にありがとうございます。皆さんのお役に立てるよう NHK の問題等ございましたら我が党の方まで一本お電話あるいはお知らせいただければ直ちに対処できる、そういう体制を取っております。 NHK 問題、いろんな問題があります。集金人の問題ですとか、先ほど申し上げました受信料の問題、そういったものを公平にできればしていきたい、そういうふうに主張して、今後この日本改革党の主張を続けていきたいというふうに思っております。またお見知りおきいただきました上でこちらにお邪魔する機会も多くなると思います。どうぞ皆さん気軽にお声をかけていただいて、顔と名前ぜひ知っていただければというふうに思います。どうもありがとうございました。はい、大塚駅ご通行中の皆様、日本改革党代表豊島区議会議員楠澤良治でございます。この夏の参院選選挙に東京選挙区で立候補する予定であります。NHK は日本の電機メーカーの製品は一切宣伝しないのに、サムスンだのファーウェイだののスマホはニュースと称して喜んで宣伝いたしますけれども、別にですね NHK の受信料がどんなに高くても嘘800報道、嘘しかつかなくてもスクランブルにしてくれれば別にいいんですよ。気に入らないならば契約しないだけですから。それがですね技術的には明日からでもスクランブル放送にできるのに、全部デジタル放送になってますからね、できるのに固くなにやろうとしない。どうしてかって言いますと、スクランブル放送にすれば今の売り上げ7000
200億6900億がですね半分になるという調査結果が出ているからであります。まあ、皆様の中には NHK に受信料を払うことを何の疑問も持たずにですね口座引き落としになっていて忘れていらっしゃる方も多いかとは思います。明日からスクランブル放送になったとしてもそういう方はいきなり解約はなさらないとは思いますんで、 NHK の受信契約数が減っていくにしても徐々に徐々に減っていくものと思われます。私少し疑問に思うんですけれども、東京都で若い方が一人暮らしを始めた場合ですね、その中でどれぐらいの方が部屋にテレビを置いてテレビ見てるのか、この割合私知りたいんですけれども、かくいう私はもう20年ぐらいテレビのない生活をしておりますが全く全然困っておりません。今の若い方はどうなんでしょうか。一人暮らしを始めた方でテレビを最初から置かなかった、こういう方の割合はどのぐらいいらっしゃるのかな、少し疑問に思っております。参院選での私の公約なんですけれども、外国人留学生、岸田総理は国の宝だなんて言っておりましたけれども、外国人留学生がどれほど優遇されているか皆様ご存知でしょうか。学費補助、家賃補助、医療費補助、たまにお里帰りする飛行機代まで出してあげて年間で平均380万円程度一人当たり税金を注ぎ込んでおります。もちろん返済不能であります。日本人の学生に対しては4年間で約450万円の奨学金を貸し付けて10年以上の時間をかけて600万円以上取り立てると、これに比べたらですね年間380万円ただで外国人留学生にはあげているわけですから4年間で1500万円程度ですよね。これが返済不要なのであります。日本人学生からは利子もきちんと取り立てて450万円貸して600円を超える額を返済させる文科省の外局である日本学生支援機構が日本人学生を支援する気が全然ない件についてですね、それとですね外国人留学生の多くは学校に行きません。一生懸命バイトに勤しんでおります。留学生でもですね週に28時間まではバイトをしていい、つまり休みなしで働くと1日4時間までなら働いていいというような決まりはありますけれども誰もそれを守っておりません。嘘だと思われる方はですね東京のコンビニの店員さんに外国人がいかに多いかと、この店日本人の店員さん誰もいねえな一人もいねえなそういう店も数多くあることからも分かると思います。外国人留学生という建前でお金をあげて来てもらっているのに勉強もせずに仕事をしまくって、これどういうことかっていうと日本人から税金と一緒に仕事も奪ってるってことなんですよ。労働力を輸入してるってことなんですね。こ
これは外国人実習制度なんていう問題点もありますけれども、外国人留学生が働きまくる、日本人の若者の仕事を奪う、労働力が供給過剰になる、バイトの単価が下がる、こういう悪循環を生んでおります。これは多分経団連や経済同友会など自民党の大口支援者からの要請で、安い労働力が欲しいという声に応えて、外国人留学生や外国人実習生をせっせせっせと流入していると思うんですけれども、日本人の給料を下げ、日本人の仕事を奪う、経営者をですね、一時期は安い労働力を得てですね、得するかもしれませんけれども、そんなのは目先の金であります。今の経営者、外国人は安くていいな、そんなことを思ってるとですね、あなたの孫や子孫が困るんですよ。いつまでも日本人が実習生や留学生に仕事を奪われて、賃金の単価を下げられて、あなた方の孫や子孫がそれに苦しむことになるんですよ。その点から言うとですね、日本で一番バカが集まっている組織は私財務省じゃないかなと思っております。財務省はとにかく天下り先を作りたくてですね、税率を上げたくて上げたくて仕方がありません。今一生懸命岸田総理を洗脳しているそうですけれども、参院選が終わった後、厳しい厳しい増税が待っているのではないかと今から噂されております。コロナで金を使いすぎた、増税差し下さい、こう言い出すに決まっております。岸田総理の妹さんの旦那さん、財務省の官僚でしたよね。弁護士であったとも聞いておりますけれども、でなぜ財務省が日本で一番バカの組織かと言いますと、今日本は実質税負担率が 48.1%、 稼ぎの半分を税や保険税や年金で払っているという恐ろしい重税国家であります。私が20代の頃、30年前はこれが30何%で、今より 10% 低かったであります。これ丸々消費税分かななんて思いますけれども、財務省が日本で一番バカの集まりと私が言う理由はですね、あいつら増税一生懸命やろうとしてますけれども、その重い税負担に自分らの孫や自分らの子孫も苦しむと、そう考えられない目先の低い連中であります。これが私が財務省は日本で一番バカが集まっている組織なんじゃないかと思う理由であります。先ほどの外国人留学生、外国人実習生という名の労働力を輸入し、日本人の仕事を奪い、労働単価を下げている今の財界経営者も同様なことが言えます。自分らの孫や自分らの子孫が安い賃金、仕事がないということに苦しめられるとは思わないバカ者どもの集まりであります。夏の参院選に立候補する予定ですけれども、こうしたですね、力を持っているくせに何十年か後のことは考えられないバカ者どものことを、私はクソみそにこき下ろして東京中を回ろうかと思っております。
合わせて豊島支部長斉藤俊彦支部長もよろしくお願いいたします。